さん。ヒロシ、ヒロシか。あ、ヒロシ、元気だったか。ごめん、もう顔を見せないで。父さん、心配したんだぞ。父さん、ごめん。元気にしてるのか。あ、ごめん、前、急に出て行って、連絡もつかないから、何かあったんじゃないかと、みんな心配してたんだぞ。ごめん、僕、東京でビッグになって、夢を叶えるまで帰ってこないって決めてたんだ。ヒロシ、お前そんなこと。うん、ごめんね、父さん、連絡もしないで。いや、いいんだ。元気にやってるのか。あ、元気だ。あ、そうか。よかった。5年ぶりだな。大きくなったな、ヒロシ。父さん、ごめんね、父さん。今まで連絡もよこさないで、顔を見せないでごめんね。ヒロシ、いいんだ。元気でやってたらいいんだ。父さん、ごめん、父さん。ヒロシ。父さん。ヒロシ。父さん。運転試験中なんですけど。今、運転試験中なんですよ。なんか、5年ぶりに実家帰ってはりますけど、運転試験中ですよ。私、教官ですよ。びっくりしちゃった、僕。なんか試験中にコース外れて、ちょっと帰りますねって言うから、何かなと思って黙って見てたら、実家帰っちゃうんだもん。しかも5年ぶりに。なんで？なんで試験中にこれをする？ヒロシ、でもなんで5年ぶりに顔見せてくれたんだ？父さん、俺伝えたいことがあってさ。なんだ？俺、今、免許の試験中なんだけど、もうすぐ取れそうなんだ。免許。だから、帰ってきた。弱いよ。免許もうすぐ取れそうぐらいで帰るの弱いよ。東京でビッグになってから帰るんじゃなかったの？免許取れそうになったぐらいで帰れるの？しかもこれ、仮免だよ。仮免の試験だよ。取れるよ。大体の人は、そんくらいで帰っちゃうの。俺、この試験合格した。仮免取れるから。もし仮免取れたら、父さん助手席に乗せるから、それで旅行行こうよ。まだ早いよ。まあ、できなくはないけどね。免許持ってる人乗せて、仮免練習中とか書いておけば、できなくはないけどね。でもそれで、親旅行連れて行くやついないのよ。まだ早いのよ。ヒロシ、大きくなったな。あ、父さん、俺、絶対仮免合格するから、待っててね。ほんでもうできないよ。もう仮免合格できないよ。だって、実家帰っちゃってんだもん。大幅減点なんだもん。先生。え、今、僕何点ぐらい取れてますか。この調子だと仮免取れそうですか。あ、大減点です。え、大減点？加点じゃなくて？え、実家帰ったら加点されると思ってたの？大間違いだよ。そんな。父さんごめん。俺、仮免落ちそうかもしれない。なんで？ごめん、父さん。俺、まだ夢叶えれねえや。まだ帰ってくる資格ねえや。落としにくいじゃん。こんな見せられたら落としにくいじゃん。どうしよう。まあ言っても、道間違えるのは減点じゃないから。その範囲に入るのかな。これ道間違えたの範囲に入るのかな。入れてあげよう。仮免合格です。7人は七輪の子、一人はのっぽで、あとはちり。みんなチャンネル登録せずに見ている。はよチャンネル登録しろや。しないよ、しないんかい。